まもなくいらっしゃるということですけれども、さあ、来ました、さあ、やってまいりました、こちらです。皆さん、大きな拍手でお迎えください。菅原修平です。よろしくお願いいたします。どうぞどうぞ前の方に、よろしくお願いします。改めまして、それでは自己紹介をお願いいたします。3年目の菅原修平と申します。よろしくお願いいたします。今日はこれだけのお客さんの前で、まあ、先週サプライズステージということでね、出ていただきましたけれども、あのこれだけ近くでお子さんもいらっしゃる、なかなかないんじゃないですか、こういう機会。そうです、はい、あまりそういう機会は、はい、そうなんですよね。今シーズンはもう先発でも、ね、投げまして、先日あの塩見投手が急遽出られなかった時に、急遽先発ということになって、はい、その時ね、勝ち投手もありましたけれども、あの試合ね、良かったですよね、あの試合ね。ね、あの試合、本当にでも試合始まる直前に投げろっていうふうに言われたんですか。そうですね、1時間前ぐらい。1時間前投げる予定はなかったわけですよね。なかったです。結構じゃあもう心の準備とか大変だったんじゃないですか。そうです、一番緊張しました。一番緊張、今までで一番一番緊張しました。それでも勝つことができたじゃないですか。いや、まあなんとか野手の皆さんが点取っていただけたので、はい、取ってました。はい、今シーズンでもその先発で投げる試合が、ね、続いてましたけども、はい、調子の方はいかがですか、ここまで。そうですね、1週間きっちりと調整できるので、はい、まあ、なんとか調子を保つことができているかなと思います、はい、なるほど。あの4年目っていう話してましたけども。あ、3年目です。3年目か、ごめんなさい、ごめんなさい、3年目、ごめんなさいね言ってましたけども、はい、手応えとしては今シーズンこれまでで一番あったりとかっていうところですか。まあそうですね、1年目、2年目、3年目と年々、はい、自分の中では、はい、良くなってるかなっていうのは思います。なるほど。あのそんな菅原投手って、僕この間ですね、あのインターネットとかちょっと見てて、あの初めて知ったんですけど、あの右ピッチャーですよね。右ピッチャーです。右ピッチャーですよね、はい、でも左利きだと。あ、左利きです。左利きなんですよね、はい、今もマイク左で持ってらっしゃるんですけど、はいいや、いいですよ、投げる方大事にした方がいいんで大丈夫ですけど、はい、え、なんかそれって珍しいなって思ったんですよ。僕右利きで、まあ、右でしか投げられないっていうか、左で投げるのってすごいこう大変だなって思うんですけど、そういうのってどうしてそうなったんですかね。僕は結構たまたま、たまたまグローブが右投げ用やった。グローブが右投げ用の、なんか結構ややこしいんですけど、はい、兄が右投げで、お兄さんが右投げ、僕が左投げやったんですけど、はい、兄のグローブを使ってたら、はい、右投げになりましたお兄さんの借りてたんですか。そうです、たまたま初めは取って、はい、グローブをほかして、はいはいはい、こうやって投げてたんですけど、はいはい、気づいたら、はい、こうやって投げました。ちょっと面倒くさくなってきて、え、でも体のバランスとかちょっと違うもんじゃないですか、そういうの。でも小さい時なんで。意外とできたんですか。兄の影響で右投げ。そうなんですね。え、今どうなんですか、スイッチで。それはできないです。左投げはできないですか。もうできないです。そうなんですか。え、じゃあまあそのピッチャーとして投げるだけじゃなくて、例えばキャッチボールとかでも。それぐらいならまあ。ちょっとはできるかなぐらい、はい、できます、意外とでもプロ野球選手っているんですよね、右利きだけど左投げとか逆も、うん、ん、吉上投手とかもでも左、そうですね、吉上さんはそうですよね、はい、うん、だから、珍しいなって思ってたんですけど、意外といるんだなっていうのを思って、したけど、でも子さんとかこうたくさんいますけど、まあ、そのちっちゃい時にね、その左利きだったけど右に投げさせられたからなんとかって今言ってましたけど、そのやっぱりプロ野球選手に憧れてる子供たちもいると思うんですよ。なんかそのプロ野球選手になるための秘訣とかなんかあるんですか。秘訣ですか。はい、野球選手は私はこうやったから多分プロ野球選手になれたんじゃないかなって、お子さんたちもしアドバイスするとすれば、やっぱり負けない気持ちっていうのはやっぱり大事かな。負けない気持ち、何事にも、はい、それ試合っていうことですか。試合であったり、はい、まあ、一つランニングであったり、ランニング、あいつには負けないとか、はい、そういう存在とか気持ちっていうのはやっぱり大事かなって思います。ああ、ライバルに絶対一つでも負けないようにと、はい、いうことなんですね。そういう気持ちでじゃあ菅原投手としてはずっとやってきたぞと。そうそう。あー、ここチームで一番球速く投げたりとか、はいはい、そういう風にやってほしい。あ、でも逆に楽天イーグルス来てこの選手だけはちょっと負けちゃった、これちょっと叶わねえなみたいな選手っていました。いっぱいいますいっぱいいます。いますか、はい、そうっすかでもやっぱそういう選手にも一つ一つ少しずつでも勝っていけるように頑張っていると、はい、いうことですね、はい、いやなんか改めてこうやってお話ししてるともっともっと応援したくなってきたなっていう
感じがしますね。引き続き頑張ってください、ね、はい、これからも、はい、で今日はですね、菅原投手ここに来てくれたということで、まあ、夏休みにもね入ってお子さんたちもいっぱいいますからあれなんですけども、あのお子さんたちに向けたプレゼント抽選会をここからやっていきたいと思います。はい、何のプレゼントかと言いますとですね、今、はい、こちらねステージの上に出てきましたけれども、今日はファンズユニフォームをねお子さんたちに配っているということで、そのファンズユニフォームに今ここで菅原投手にサインしていただきました。はい、こちらに、はい、で、抽選をですねこのボックスから引いてもらって選んでもらうと、はい、いう形になっています。はい、皆さんあのちょっと待ちくださいね。皆さんあの抽選券お子さん持ってますか？大丈夫ですか？持ってますね。はい、番号書いてると思うんで、その番号当たったという方はですね、あの思いっきり俺当たった、俺当たった、私当たったって言ってくださいね。お願いしますね。はいはい、そっちの方もね。はいはい、じゃあまず一つずつ、今回3人ということです。はい、一つずつ引いてください。じゃあ菅原さん何番か教えてください。84、持ってる人、あれ、おめでとうございます。さっき一瞬宿題終わったって言った子だね。はい、じゃあ後で3脚、はい、2人目行きましょう。41です。41番、あ、そこのメガネの子、はい、おめでとうございます。はい、そしてもう一つラスト67番いるかな。ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってください。67番、